次の漢字ですけれども、まずこのコンポーネント、上のコンポーネント、これはまあ漢字の4と同じなんですけれども、Imagine、uh, this type of net、えー。そして下のパート、これなんですけれども、えー、この漢字ですけれども、これだけで、Straighten up, correct, 直すという、えー、漢字です。So when you place a net, you have to straighten up the net first. というので、これで置く together ですか置く、to place とか、to put の意味があります。例えば、ここに本を置いてください。パーティクル気をつけてください。ここにです。それから、コンパウンドで日本の位置、これはポジションの意味です。次の漢字です。この漢字にはストーリーがないんですけれども、このフック気をつけてください。ここに。 フックがありますのでこれを気を気つけてください、えー、でこの漢字なんですけれども漢字だけでセレモニーなんですけれどもよくあのサフィックス例えば結婚式マリッジセレモニー卒業式グラデエーションセレモニーお葬式、えー、この,あの他で新しい、えー、と言葉ですけれどもフューネラルこの意味があります では次の漢字、この漢字ですけれども意味はストーンです。で一つ気をつけてほしいのが書くときですね。ここクロッシングをお願いします。これはダメです。ストーリーはないんですけれどもこの漢字、クンリーディングこれは石です。例えば日本人のティピカルな名前で石川さんそれから石でできた橋 The bridge are made of stone. そんな使い方をします。それから、君リーディングの方なんですけれども、これで石油、ペトロあるいはオイルの意味です。それから、宝石、ジャム、ストーン、ジュエリー、こんな感じを使います。では、次の漢字 この感じですけれども、意味は look into、それから investigate という意味がありますえ。もうみんな知ってるかと思うんですけれども、この上のパート、えー、とこれは、えー、と tree ですよね。それから下のパートなんですけれどもえ、これは目という漢字とは違います。これ eye ですけれども、目じゃなくて、ここの一番下のラインが、uh, long line です。So you can imagine a story someone with a big eye is looking into under the tree for a long time to investigate something。えっ、ー、と読み方なんですけれども、えー、オンリーリングではさという読み方をします。えー、例えば、えっ、ー、と調査あるいは調査する、えー、to investigate、えー。それから検査検査する、to inspect、えー。例えば例文としては、えー、コロナの原因を調査しています。I am Investigating the cause of、uh, COVID-19 次の漢字、えー、この漢字ですけど、えー、意味は Heat, Hot, Fever、uh, こんな意味があるんですけれども えとまず、この下のパートですよね、このコンポーネント。このコンポーネントを見たら、Fire の意味を思ってください。それからこの漢字、この漢字は土、ソイル、土曜日の土なんですけれども、ソイルという意味があります。So you have lots of soils. それから、このパート、このコンポーネントは、Round、丸いという意味があります。 So, something round、uh, made out of soil. You can imagine、uh, pottery. And pottery needs to be heated、uh, by fire. So, together, これで heat, あるいは hot fever. こんな意味があります。で、えっと、音読み、音リーディングですけれども、これ熱、熱がある。I have fever.、Uh, 高熱、high fever、uh, という使い方。 それから気をつけてください。この漢字が何かモディファイアをするとき、例えば熱湯、boiled,、uh, heated water という意味なんですけれども、この読み方が熱湯になります。それから熱心、uh, heated heart、あの熱心、まあ、diligent、uh, という意味ですけれども、こういうあの読み方にも気をつけてください。それから、 クンリーディングの時には、暑い。例えば、暑いコーヒー、hot,、え、hot、ー、これは、あのテンプレチャーが hot という意味で、暑いコーヒー、hot coffee、えー。もう一つ気をつけてください。weather、えー、の hot の時には、この漢字を使います。えー、この漢字は何か飲むもの、drinks、hot drinks だけに使います。それを気をつけてください。 では次の漢字、えー、この漢字ですけど、the people という意味があります。ちょっとコンポーネントを見てみましょう、えー。このコンポーネント、この漢字なんですけれども、これは clan、それから tribe、family という意味があります。まあ、これはあと boundary ですよね。so the clan are under certain boundary, それで people という意味になります。で読み方なんですけれども、on reading これは min と言います。 例えば国民、市民、県民、えー、だからこれは国の人々それから、えー、市民、えー、これは city 市の人々それから県民これはプリファクチャーの人々という意味ですあと住民これは、えー、住んでいる人々、レジデントあと農民これは農っていうのはファーマーの意味です農民、えー、という意味です 使い方をしますでは次の漢字えこの漢字ですけど、えっと、意味は argent それから hurry の意味がありますちょっとコンポーネントを見てみましょう、えー、このコンポーネント imagine someone's mouth opening それから hand shape それからこの漢字は heart 心ですよね heart Uh, so someone、uh, with a mouth opened and それから手が突き出、with heart、uh, this person must be in a hurry というので、えー、全部のコンポーネントで hurry という意味がありますでえっ、ー、と訓読みなんですけれどもこれ急いでください hurry up という意味ですでそれから on reading これは急と言いますまあ急な アアーーー、ジジェェンントト用事、アージェントマターそれからこれ、急行電車の,あのエクスプレストレインですよね。それから急行列車とか言います。あと特急、スペシャルエク,エクスプレス。それから、急用、これは急な用事と急用同じですけれども、急用、アージェントマター。こんな使い方をします。 次の漢字です、えー、この漢字ですけど、意味はエラーの意味があります。で、ちょっとコンポーネントを見てみましょう。えー、このコンポーネント、えー、このラディカルですけれども、これ、糸編と言います。意味は thread の意味です。それから、えー、この右側のこのパート、これはこの漢字だけで、self の意味があります。So, one individual or self in a thread of special events together it's kind of a century or era の意味があります。で読み方ですけれども、えー、っと音読みでき、えー、例えば二十一世紀、twenty first century、えー、それから二十一世紀の社会、the society in the twenty first century、こんな使い方をします。 えー、この漢字ですけれども、えーと、まずコンポーネントなんですけれども、A、えー、person、それから stand、stand、えー、立つですよね、それから、mouth、口。So、a person is standing with a big mouth to advocate for himself, so he can get twice.、えー、この漢字の意味は、twice の意味があります。 で、よく、その、number、それから、倍、えー、と一緒にですね、twice, 2倍、それから、3倍、three times、それから、100倍、hundred times、こんなカウンターの役割もあります。例えば、日本語の宿題が2倍になった。The homework became twice as much。こういった使い方をします。はい、次の漢字です。 この感じですけれども意味は to participate それからですね時々と s i t a holy space、a place という意味も出てきますちょっとコンポーネントを見てみましょうストーリーはないんですけれども一番上の部分これはカタカナの無と同じ書き方それからここの部分これは大きいですよねそれからここの中のパートですけれども これは漢字の3じゃありません。ちょっとこのアングルがこのアングルを持ってください。で、全部で to participate という意味ですけれども読み方、on reading は3と言います。参加、参加する。例えばそのゲームに参加しました。参加した。I participated in that game. えー、それから、参拝する、えー、to worship、えー、これがこの holy place という意味があるんですけれども、参拝する、これ、えー、っと s h i p の意味があります。あと,、えー、っと、みんながよく知っている、クンリーディングでは、まいる。これは、ハンブルフォーム to go ですよね。参りますという使い方です。では、次の漢字です、えー。この漢字ですけど、意味は、to add to append、あるいは join の意味がありますで。ちょっとコンポーネントを見てみましょう。まず、この左側の漢字ですけれども、これ力、uh, uh, by itself power の意味があります。それから、右側、uh, これは、uh, 口ですよね。So、You need to add something into your mouth in order to get some power. というので、together これで、to add という意味があります。で読み方ですけど、on reading はかです。参、え、加、ー、to participate、えー。それから、増加、to increase。それから、加工、to manufacture とか process、process、uh。例えば、加、え、工、ー、された食べ物、processed food とか、そういった言い方をします。 あと、君リーディングですけれども、えーと、加える、to add。例えば、鍋に水を加えてください。add water into the pan。そんな意味があります。次の漢字です。えー、この漢字ですけど、えー、意味ではですね、individual という意味と、それから、えー、カウンター、ジェネラルカウンターとしても使われます。 で、コンポーネントをちょっと見てみます。えこのまず左のコンポーネントこれは、パーソンのラディカルですよね。えそれから右側ですけれども、あこれ古い、まあ、おうですけれども、それから何か box。そう、imagine、uh, you can see an old person who is inside the box, so that he or she became a matured individual というので、まあ、えっ、ー、と、 2つ合わせてこれで、えー、とインディビジュアルという意味です。読み方ですけれども、えー、オンリーディングは例えば個人、インディビジュアル・パーソン、えー、それから個室、これ、インディビジュアル・ルーム、えー、それから個性、これ、パーソナリティという意味があります。えー、それからこのカウンターですけれども、えー、ナンバープラスカウンター、個というので、例えば1個、1、 例えば、リンゴを1個ください。Gimme one apple.、えー、これで、例えば、2個、2、3個、3。リンゴを3個ください。Gimme three apples。そういう使い方をします。で、How many という時には何個です。はい、次の漢字です。えー、この漢字ですけど、意味は、to oppose とか dis、disagree。 anti something so you imi ga De, Story desけれども, You can imagine a story like uh, this part, like imagine a big barricade and a person is like holding this big barricade in order to oppose something or in order to disagree something. De, yomikata desけれども, onyomi, eh, kore ga han. えと例えば、反対する、to, dis to disagree to、t oppose o、えー。ここ、パーティクル、気をつけてください。パーティクルは二です、えー。その意見に反対する、uh, I oppose uh, against uh, this opinion。それから、アンタイという意味にもなります。例えば、反戦、これは戦争に反対するという意味。アンタイ・ウそれから、反日、えー、これは 日本に反対すする anti-japan という意味です、はい、次の漢字です、えー。この漢字ですけれども、えー、っと意味は、to phrase、uh, とか、to agree, agreement という意味があるんですけど、えー、まず、component。この、えー、上のここですよね。これは、えー、夫、um, husband とか、man の意味があります。 それから次のこの下の部分ですけれどもこれこの漢字だけで買い、まあ shell とか wealth という意味もありますまあ we used to use shell as like coin というので、えっと、wealth とか money とかそういった意味になってきます。So two men agreed on the price or the wealth of something というのでこれ agree の意味があります。 で読み方ですが、オンリーディングが3。例えば、賛成する。えー、反対は反対する。えー、t oppose o ですよね。p a r t i c l 気をつけてください、えー。彼の意見に賛成する。パーティクル l 2を使います。次の漢字、えー。この漢字ですけれども、まず、 上のコンポーネント。このコンポーネント。これは大丈夫ですね。田中さんのた、えー、というので、フィールドの意味です。えー、それから、下は tree、木、えー、です。で、together, so the field of trees to produce fruit.、So、この漢字全部で fruit の意味があります。例えば、果物。これ fruit ですけど、えー、健康のために 毎日たくさん果物を食べてください。それから成果、これ achievement、accomplishment、あと結果、result、こんな言葉もあります。